くわかるし、相当きつかったと思うしね、よく乗り越えたと思う。そうよ、負けてる気持ちが心当たりあるでしょ。なんとなくわかる人わかるよ、俺すごいわかる。ところが負けてるんだよ、この間変わらんぞ。絶対負けられるんだよ、最後まで。はい、乗り切れ、やりきれるな。行きましょう。もう一回行くよ。2日目です。朝5時からやってました。自分が全然追いついてなかったんで、こうついていくのに必死だったんですけど、結構仕上がってきているところに入るっていうことで焦りはあったんですけど、やっぱり周りの雰囲気がいいんで置いてけぼり感がないというか、やっぱりサポートをしてくれる仲間がいるっていうことで、非常に親しみやすいバンドになってきているんじゃないかなと思います。自分がやっぱり仕事の関係で何週間も空けて練習に参加するっていうのもあるので、ことさらに技術の向上とチーム力の向上っていうのが感じられました。出来栄え的にはクリック鳴らさないで初めて通したっていうのがあって、事故はいっぱいあったけど、でもそれでもやりきったことがでかかったのかなって、悔しさはあるけど、でも次につながる失敗だったのかなって、いい失敗だったのかなってすごく僕は思いました。最後バランスルーやって、その後にみんなが納得いかないってことでクローザーだけやり直したんですけど、あと3回しかない練習の中で今回は出し切ってて満足感はあったと思うんですけど、それだけになってしまったっていうのが今回の悪いところ見つかったので、テンポ僕をちゃんといっぱい見てほしい。最高のファーストショーできるように楽しんで壁を乗り越えていきたいと思います。皆さん期待しててください。残り3回で熱くなるけど冷静にいうのを意識して声かけて取り組めたらなとは思いました。あ、久々の春のなんか感動しました。何かにつけてみんなで懐かしいねって言って、なんかルーキーの子たちからはちょっと呆れられてそうでしたが、空気感ありますよね。なんていうんですか、緊張感あるっていうか、この場所がみんなの頑張りに私は刺激を受けて、すごく気持ちが高ぶる瞬間がたくさんありましたけれども、なんか終わり良ければ全て良しって言葉がありますが、終わりが悪かったのでとっても悔しい思いでいっぱいですね。今なんか悔し涙をこう練習で流したのは3年ぶりと、悔しくて涙が出ました。これがいい転換期になったと言えるように、これから頑張っていきたいなと思います。今年一緒にメンバーになってくれた子たちが本当にたくさん、ピットはたくさんいるんですけど、生えてきてくれて一緒にマッチングできてよかったなって思いました。大事にしていきたいなと思いました。自分も頑張らなきゃと思わされました。ちょっと今日は反省点がいっぱいありますが、しっかり振り返って次につなげられるように頑張ります。はい、見たく、ちょっと現実から目を背けないようにします。お疲れ様でした。